今回紹介するのは、ガソリン生活、朝日文庫という本です。聡明な弟、徹と、のんきな兄、吉尾の、デコボコ兄弟がドライブ中に乗せたある女優が、 翌日休止一家はさらなる謎に巻き込まれ車同士が楽しくおしゃべりする唯一無二の世界で繰り広げられる仲良し家族の冒険ターン愛すべきオフビート長編ミステリー」時間の流れを緩やかに感じましたいつもは面白すぎて先へ先へ進んでしまうのにこの作品は存分に楽しめました彼が実際に 緑の旧型デミオを愛してやまないことを考えると伊坂さん自身も作品の中での生活を楽しみながら生きているように思いますデミオの親友であるフランク・ザッパを愛してやまないカローラも実際にモデルがいるのではないでしょうか仙台のきっと伊坂さんのお家の近くに確かに車というのは時として自分の 馬のように愛してしてままいます。機械と分かっていてもそれにトヨタの車のように20年以上20万 km 以上生きるのであればもはや犬のようなペット以上の存在だと言えるその意味で本作品は「我が輩は猫である」の現代バージョンのように思いますそれでいて他のいさか作品同様に人が残酷な殺され方をしないけど 事件とミステリーがある間違いなく最新進化型新たな最高傑作伊坂作品の集大成です彼と同じ時代に生まれたことを嬉しく思いますそして次の作品に期待します表紙の絵もいいですねガソリン生活という題も秀逸以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。